ひろゆきさんお疲れ様です。話が変わりますが、日本の運転免許証持ってますか？はい、持ってます。ドライブ好きですか？日本でドライブというドライブあんまりしたことないですね。首都高走ったことありますか？あるかな？ひょっとしたら、あ、ないかも。僕、首都高走ったことないかもしれないですね。下道派ですね。最近首都高湾岸線辰巳パーキングエリア内で辰巳ジャンプといわれるジャンプ台みたいな段差が設置されたのですが、加速車線上にあるので加速する車が、飛び跳ねてすごく危ないんですが、日本の警察や道路会社は何を考えてるんでしょうか。いや、多分何も考えてないというより、もう予算もないし止める工事もできないとか、そういう状態だと思うんですよね。いや、まあ、一応レンタカー借りて東京で運転したことは何回かあるんですけど、やっぱなんか狭いし、あんまり僕日本で運転したいと思わないですよね。田舎とか運転するのは全然好きなんですよね。逆走防止なのか。あ、そういうことかもしれないですね。逆走防止なんだ。へえ。というわけでお疲れ様でした。